パリコレモデルも務める花屋なラウール声は10から30代女子が選ぶ派手髪が似合うスノーマンメンバートップ37月19日放送のミュージックステーションテレビ朝日系にスノーマンが登場普段はピンクヘアがトレードマークの佐久間大輔がシルバーに近い髪色を披露したことが話題になった x q ツイッターなどではサッ髪色 という単語がトレンド入りするなど大きな反響があった。音楽だけでなくバラエティ、俳優としても個々が活躍するスノーマン。演じる役などによって髪色チェンジすることもよくある。まそこで今回は10から30代の女性100人に派手髪が似合うスノーマンメンバーについて聞いてみた。アンケートサイトボイスノート調べ。第三位。 5.0%は岩本光る岩本は主演ミュージカル、キャッチミーフユーキャンが8月19日より上演される。本作ではハンサムな天才詐欺師役を演じており、役のために明るいの髪色にチェンジしたことも話題になった。おしゃれなイメージが強く、何色でも馴染みそう。33歳、女性事務職。髪型が個性的なので、 25歳、女性、管理職。一部分のみ明るく染めた時の印象が強い22歳、女性、総務、人事、事務。第2位、29.0%は、ラウール。ラウールは、2021年に単独初主演した映画、ハニーレモンソーダ。でも披露していた金髪のイメージが強い。3年ぶりに映画単独主演を務めた公開中の映画、 赤羽骨子のボディガードではヒロインを守るために奮闘するヤンキー高校生役で原作に合わせて金髪姿で熱演しているモデル体型でかっこいいし顔も派手だから似合う27歳女性顔が日本人離れしている感じなので派手な髪色が似合いそう29歳女性高身長なので似合いそう33歳女性主婦 パリコレにも出ているから、少しくらい奇抜な髪色、髪型でも様になると思う。34歳、女性、専門職。華やかな顔立ちなので、明るい髪色でも違和感がなさそう。29歳、女性。スタイルが日本人離れしているからぴったり。38歳、女性、主婦。エキゾチックな顔立ちだから馴染むと思う。23歳、女性、総務、人事、事務 彫りが深く、整った顔なので、どんな髪色でも似合いそう。32歳、女性主婦。そして第1位、57.0%は、佐久間大輔佐久間は7月発売のファッション雑誌、スプリング、宝島社の表紙に登場。同号はヘアカラー特集号で、代名詞のピンクヘアを生かした3つのスタイルを披露した。自身のヘアカラーについて、 元々メンバーカラーがピンクで、相性が良さそうだと思って染めてみると案の定、すごくハマったと明かしている。ピンクも金髪もシルバーヘアも黒髪も何でも似合う15歳女性。あの明るい性格はどんな髪色でも似合い、自分のものにできると思う16歳女性学生フリーター。普段から派手髪のイメージなので見慣れている31歳女性主婦。 普段ピンク髪だが銀髪にもして似合っているから14歳女性学生フリーター個性的なのでどんな色でもかっこよくなりそう36歳女性事務職普段からピンク髪にしているが金髪や銀髪に突然変更しても素敵だなと思わせるような着こなしや振る舞いをしてくれるから34歳女性総務人事事務 ピンク髪の印象が強いから。どんな派手髪でも似合いそう。23歳、女性主婦。ピンク髪が似合う人はなかなかいないと思う。37歳、女性主婦。色が白いから明るい色が似合う。31歳、女性専門職。元気いっぱいの子は明るい髪色が似合うと思うから、35歳、女性。 ピンク髪を堂々とできるのは佐久間くんしかいないと思った15歳女性学生フリーター。